はい、スージです。今回はリバースやってみました。はい、このリバースなんですけど、まあ最初に評価言っちゃうと、映像が綺麗でバトルが面白い、でもストーリーはよくわからんって感じです。なんかね、ちょっと頭に入ってこなかったんで、まあちょっとやってみた人で、スージバカだからわからんと思うけど、まあストーリーはこういうことですみたいの、なんか解説してくれる人いたらコメントにお願いします。で、これはストーリーの一部なんですけど、まあ本当映像が綺麗でね、ちょっとただその分端末のスペックが必要になるので、スージさんのおじいちゃん iPad はちょっとダメでした。何回も止まってしまってね、結構ストレスだった。で、一応なんかスージがふわっと理解した感じだと、さっきの最後に出てきた女の子がプレイヤーで、でなんかタイムキーパーっていう、なんか時代の誕生と消滅を記録する人らしいです。なんでいろんな時代を行き来するのが、まあ、このゲーム背景っていうのかな、みたいな感じです。でもちょっとストーリーあんま説明できないんで、バトルに入りますけれども、とまず4人で1チームになってて、でまあ、ただ前衛がそのうちの3人で1人がサブになってて、で前衛の誰かが戦闘不能になったらそのサブと交代って感じになります。でこのゲームターン制限がありまして、結構ねこのターン制限が厄介になってくるん でバトル中はね、いちいちターン数を数えながらというか気にしながらね、バトルした方がいいかと思います。でこれターンの初めにね、スキルのカードみたいなやつがこの右下の分がね配られて、この中からスキルを決定する感じになるんで、他のゲームみたいになんかキャラを一人ずつ選んで、このキャラにどの攻撃させてみたいな感じではありません。なんでね、一応スキル使える回数が前衛の数と同じになりますんで、今回は3回使えます。でスキル を使う回数なんで、同じキャラクターのスキル3個とかもできたりします。でね、まあそれは適当配られたスキルによって考えていく感じなんで、これも難しいポイントですね。刃のように。それでキャラクターの上のなんかひし形がチカチカしてるんですけど、これが全部黄色くなると、キャラクターの必殺技が使えるようになりますんで、まあ、スキルじゃない必殺技をね使わせたいキャラクターを積極的にスキルを使わせていくっていうのも一つの戦略になってます。行きなさい。で同じスキルが隣に来るとそれが合体してレベルアップします。なのでまあ自然に配られた時にね、もう隣になってくっつくこともあるんですけど、この今並んでる状態からその移動させてで進化させるっていうのも一つの戦略としてあるんですけど、ただそうするとスキルが使える回数が一回減っちゃうんで、まあそれも考えながらって感じですね。でまあバトルの解説はだいたいこんな感じです。その他まあいろいろキャラ育成は素材集めしないとレベルが上がらないとか、まあいろいろあるんですけど、まあその辺はやってみて実際に体験していただいてということ で今回は動画この辺で終了します、またね、まあ、スージーさん今時間がありますので、なんかこのゲームやってみて大体どんなゲームか教えてもらえたら嬉しいなみたいのあったら
コメントでぜひ教えていただけると嬉しいです。ということで、ご視聴ありがとうございました。また次の動画もお楽しみに、あと配信もお楽しみに、ということでバイバイじー。